皆さんこんにちは。365日ずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですね、板チョコで簡単ショコラを作りたいと思います。なんか切ったらブワーってチョコレートがブワーって出てくるやつです。はい、それではもう早速やっていきます。はい、じゃあまずバターと板チョコレート1枚を、バターをボウルに入れて板チョコ1枚を小さくしていきます。そしたら電子レンジでちょっと溶かします。はい、バターとチョコレートが溶けたら、この中に卵を入れて混ぜます。はい、混ぜ終わったら薄力粉大さじ1、はい、砂糖大さじ1を入れて混ぜるだけみたいです。簡単。はい、あとは型に流し入れ、オーブンで焼きます。はい、あとは180度のオーブンで7分焼くだけです。スタート。はい、完成したんですけど、型から取り出そうと思って試行錯誤した結果がこうなりました。なんか蜘蛛の巣みたい。はい、じゃあ切ってみたいと、もう切れてるけど中身を見てみたいと思います。またこれは焼きすぎかな。はい、じゃあちょっと味見します。いただきます。なんか塩の味がする。